こんにちは、ハイズラボです。前回の動画に引き続き、今回もこのソニーノートパソコンバイオ VGN-NW51FB、 キーボード交換を終え、普通に使えるようになったのですが、爆速にするため、お決まりになりつつあるハードディスクから SSD へ交換しようと思います。今回はコストを下げるため、SSD の容量よりもハードディスクの容量が大きい場合のクローン作成を紹介します。それでは作業の方を進めてまいりましょう。まずはハードディスクのパーティションを実際に使用している容量の限界まで縮小します。コントロールパネルを開き、システムとセキュリティを選択。管理ツールを選択し、コンピューターの管理を開きます。左メニューの中からディスクの管理を選択すると、現在のディスク情報が表示されます。ここでは内蔵ハードディスクが表示されており、3つのパーティションに分かれています。Cドライブの容量は 455GB 程度ありますが、空き容量が 412GB、実際は 40GB くらいしか使っていないことになります。これを限界まで縮小します。Cドライブのパーティションを選択し、右クリックし、ボリュームの縮小を選択します。縮小領域の紹介が実行されますので、しばらく待つと縮小可能な領域が表示されます。ここでは約 210GB 縮小可能、455GB から 247GB 程度になります。内容確認後、縮小ボタンをクリックします。縮小が実行されますので、数分から数十分待つと C ドライブのパーティションが縮小され、新たに見割り当てというパーティションが作られました。これで SSD へクローンするための容量が、回復、システム、C ドライブの 460GB から 250GB 程度になりました。次に指定のパーティションだけをクローン化するための作成フリーソフト、Easus To Do Backup Free をダウンロードします。製品名を検索し、公式ホームページから無料版をダウンロードします。ダウンロードが始まりますので、ダウンロード後インストールしてください。
インストールできたら次はクローン作成に進みます。今回使用する SSD は HP の S700 の 250GB、 理由は3600円と安かったからです。ハードディスクから SSD へクローンするために必要なハードディスクスタンドがこちら、クロート志向の HDD スタンド。こちらは挿すだけの簡単設計なので、こういう時に1台あると便利です。SSD をコネクタ差し込み口にセットします。USB でパソコンとつなぎ、パソコンで Easus to do backup free を起動します。クローン元のハードディスク、ここではハードディスク0にチェックを入れ、OK を選択。クローン先の SSD、ここではハードディスク3にチェックを入れます。高度なオプションを選択し、SSD に最適化にチェックを入れ、OK を選択。次へをクリックし、内容確認後、実行をクリックします。クローンが作成されます。完了までだいたい1時間程度かかりました。ハードディスクを取り外し、SSD へ交換する作業へ進みましょう。左下にハードディスクがありますので、プラスドライバーでカバーのネジ2箇所を外します。カバーを下方向へスライドさせて外します。プラスドライバーでマウンタと本体のネジ2箇所を外します。透明テープを引っ張り、マウンタを外します。プラスドライバーでマウンタのネジ4箇所を外した後に、ハードディスクとマウンタを取り外します。SSD とマウンタに取り付ける前に1点注意する箇所があります。このタイプのマウンタは SSD とのネジ穴位置が合いません。実はハードディスクの厚さが 9.5mm、 SSD の厚さが 7mm のためにこのようなことが起こってしまいます。こういう場合はこちら 2.5 インチ用 SSD スペーサーを使用して合計 9.5mm にします。このスペーサーは200円から500円程度で購入できます。SSD 上部に SSD スペーサーを両面テープで貼り付けます。SSD とマウンタを取り付けます。取り付け方向を間違えないように注意してください。プラスドライバーでネジ4箇所を締めます。
マウントをパソコン本体にセットします。プラスドライバーでマウント上部のネジを2箇所締めます。カバーをしてプラスドライバーでネジ2箇所締めます。バッテリーを戻してです。それでは起動してみましょう。エラーもなく無事起動。SSD なので起動も早いです。ディスク管理を見ると、回復、システム、C のパーティションがあり、合計 250GB とクローン作成も正常にできています。今回もハードディスクの速度計測を忘れるという大失態を犯してしまいましたが、SSD 速度だけで我慢してください。読み書きも200台と安定しているのでなかなかのスピードです。10年前のパソコンにもかかわらず古さをあまり感じません。それなりのスペックだから SSD に交換しただけで普通に使えるパソコンに早変わりです。異常がなければ最低5年は使えそうですね。そして今回かかった費用は約3600円。そっくりそのままクローン化せず、指定の容量だけをクローン化したため、SSD 代を抑えることができました。もともとついていたハードディスクの容量に対し、60% 以上の空きがあるようなら、今回のクローン化で節約するのがおすすめです。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。